ちょっと話話したい話があるんですよ、はい、この間2丁目で飲んでてとある初めましての人と会ってトランポリンに来る人と結構接点があるって言ってて、うん、で僕まだ行ったことないんだけどトランポリンって敷居が高くてって久々に言われたのあの<お>エピソード1で言ってたあの敷居高い問題をでで なんでですかっって言って言友達も来てるんだったらなんか一緒にとかもいいんじゃないですかって言ったけど、うん、来てる友達が音楽やったりしてる友達らしくてやっぱそっちかそうであのなんかやっぱちょっとそういう店の印象が強くてライブやったり、うん、でその人もなんか聞いてる限り音楽とか DJ とかちょっとやってたみたいではあるからそうなんだ。 だったら別に、あれじゃないですかみたいなのを、経、うん、僕はだからエピソード1で話したあのミイさんのアドバイスを何も頼れずに、なんかちょっとだけこっちも向きになっちゃって、いや別に毎週末ライブやってるわけじゃなくて、ライブもう月1くらいだし、みたいな、なんかすごい、ちょっと向き話になっちゃって、あの、結構反省したんですよ。間口 <laughs> 狭めちゃったいや、だから、でもまあ、いつか、 なんか来てくれたら嬉しいんですけどやっぱカラオケんぽりんもちょっと検討してみてはどうですか,いやだかカラオケはさあのー、じゃその場でなんかできる楽器をみんなでやってちょっとできるようにするとかいや多分ねそれでちょっと思ったのはあのー、多分その音分かんないよわかんないけど音楽やってましたで実は今やってないんですよっていう意味でその音楽が。 携わる人がめちゃめちゃいる店だとしたら、ちょっと自分としては肩身が狭い立場になるんじゃないか、<ー>聞いてないけどね。って思って、僕それで言うと、昔コールセンターでバイトしてた時にライブイベントを始めて、<ー>で、その時にコールセンターって、 ま,あまだまだ売れてないけどこれから頑張っていきたいっていうミュージシャンとか役者さんとかがシフトが融通きくからっていうのを働いててそういう人たちと一緒に集まってそういう人も僕はイベント呼んだりしててっていう時に結構仲良くなった人もお客さんとして来てくれたりしてて結構仲良くなった女友達も誘ってたんだけどその人は昔音楽をやっててバンドをやってたんだけどもうそれをやめちゃって。 でももも私ははうううそういいうのは一切行かないってて決めてんだよねごめんねみたいなこと言われたからそういうこともあるのかなと思ってなんかそこを打破するのが結局なんか3月に話した話題からなんかあんまり自分がいい会社ができなかったなっていうちょっと反省をしたんですよね。無理よ <laughs> その人の心の人心鍵は そうな別な人には分からないからそれは頑張ったところでしょうがないまあでも理由にもよるから自然と興味の方が上回ればくるんじゃないあそうねだからもうそれそう思うしかないんじゃないなかか音楽関連で嫌な思いをしたとかだとも完全に全,全引きの可能性もあるしうだそうじゃなければうんそうね、うん、なんか逆で 最近お客さんで来てくれた人はトランポリンのライブイベントでしか来たことがなくて<ー>で通常営業もトラスカも聞いてくれたりして、うん、興味があって一人営業僕の一人営業の時に来てくれてそれはすごい良かったって言ってくれててまあそういうパターンもあるからトラスカでちょっとバカめに話しておいて普段の営業は普通にしてそうやってポイント稼いでるんでしょうバレてんだぞ分か,かんないきっとバレてんだぞ、まあ、分かんないな裏取るぞ <laughs> トラスカカでバカっぽく話してる話しないけど、うん、ちょっとそういうふうに見せといて普段営業はきちっとやったらなんかすごくきちっとしてる人に見えるじゃんそういうブランディングなのかなあ違うのふ営業はきちっとしてないからそんなに差がない、まあ、それはそゃれでいいんじゃない <laughs> だって最近あの常連さんであの23歳の女の子が結構来てくれるようになったんだけど、うん、その子は結構特徴的な喋り方する子で。 あの、デスをデシュっていう感じ。声が若干高い人ですね。そう,すそうです、そうです。なんとかデシュをって言って、なんかあまりに特徴的だから僕ちょっとそれが映っちゃって、たまにだから喋るとき、なんとかデシュをって言っちゃって、これは40代の四十40代のおじさん芸がそんなことしたら、<laughs> 悪い病気です。<laughs> それは危ないと思って、うん。それあの、オンオフをしないと <laughs> じゃあ。コンビニとかでそれ出たらちょっと、<laughs> あれ大丈夫ですなのかなそうね、ちょっとね、気をつけないと。 あじゃあそれででで万円でいいでしょうとかう <laughs> やばいやばい, <laughs> やばいそうそうだからもうちょっとねどっしり構えてあのトランポリンに、うん、あのだからもう来るタイミングって皆さんそれぞれだし一回足が遠のいちゃった人もきっときっときっていうか山ほどいるのでそういう人がまた来る機会にもなればいいなと思ってちょっとこのトラスカを始めてはいるのでちょっとそういう。 なんか敷居が高いと思ってる人が来やすいような、あの、新しい試みを打てばいいんじゃないパジャマパーティーとか。ああ、パジャマパーティー<た>昔行ってたなパパ。パジャマパーティーもう41回ぐらい行ってるんですけど。<laughs> いやいや、あの、ミエさんは手動でやってくれたらやりますけどね。えー、20, ?20 時から30時ぐらいまでだよ。い <laughs> あ、いや、全然全然。 そのうち2時間ぐらい私寝てるよ <laughs> じゃあ頑張って私頑張るよあだから全員寝てなければいい話だ <laughs> そうねそう <laughs> 全員のうちに寝なきゃだ誰か起きてればいいんで大丈夫大丈夫まあまあでも宅飲み風は一応意識してて、うん、のあのーうん、さっき名前出した23歳の女の子がこの店のことを「実家」って言ってくれてて「実家に帰ってきた」って言って「このあとこのあと行かなきゃいけないんですよ」って言ってくれててありがたいなと思ってます <laughs> トランポリンが実家っていうのが、うん、なんかすごくね、うん、いろんな意味を含んでいてそう、ね、味わい深く思いますだからだトランポリンから2丁目にお出かけする人は、うんうん、なんかすごい「行ってきます」みたいなピリッとして <laughs> 行ってくるからまたもし早い時間に敗れたら負けたら帰ってきて「うん、あなんかちょっと負けちゃった」って愚痴をこぼすこともできるっていうことなんですかねうん、うん、実家ということは。うん そうだねなんかそれこそ僕らが共通で仲いいあのとあるゲームプロデューサーがいるじゃない。<laughs> とあるね。とあるのでっかい子ね。が、まあ、そのゲームの配信を YouTube でやっててそれをちょっとだけ見てて今日も頑張ってなって思ったらそれ終わりであのトランポリン顔を出してくれて「あ疲れたから彼ちょうだい」って言って。 カレーを食べて美味しかったって帰ってくのを見てあこの店のポジションはこういうことだなっていうのはその日すごい思ってあなたは差し詰め寮母さんだね <laughs> 完全にかんないどっちなんだお母さんって言われるよりお父さんって言われる方が最近増えてきたんだけどいいじゃんそれ、うん、私男性生で言われることあっそうだね99%ぐらいないよそうだねたまにジジイって言われるけど 1%はじジ,ジイ多分ねそのジジイは多分高田純次さんぐらいなジジイの年齢層のことを言ってると思いますはい <laughs> それはそれはいいんです不得意な分野には手出しません大事ですよそう女優はねあ <laughs> あ,女,あ女優じゃなかったらごめんなさいいや女優になればいいじゃない、うん、じゃあ女優になるよ <laughs> なんで投げやりなってるなってる,な,る、ね、なってるよ では「トライローインザスカイ」を聞いてくれてる人はいつかトランポリンに来てくれたら嬉しいですお願いしたいその時はミエさんも呼び出しますまあ寝てなければねそうだね来るかどうかは分かりません「<laughs> <laughs> トライローインザースカイ」